全力で行くよ。やんのか。覚悟。やん。大勝利だな。悪くない気分だぜ。こういうショッピングセンターって何も買わなくてもワクワクするね。わかるぜ、テンション上がるよな。ついついゾンビ映画を思い出しちまう。え？そうそう、定番のスポットだもんな。今ゾンビ出たらどうするかとか考えるわ。ホームセンターとかもそうだな。ちなみに足立さんがゾンビが出たら何を武器にするんだ？そりゃやっぱりチェーンソーよ。ゾンビ戦の花形だろう。これだから素人は。ゾンビの素人って何？じゃあプロの富澤さんは何にすんだよ。そりゃもちろんスコップよ。殴る、突く、切るの3拍子揃ってる。電源の心配もいらねえしな。ついでに穴も掘れるぞ。なるほど、参考になるな。ちーちゃんは何にするんだ？爆弾落として終わり。おいおい、それじゃ俺たちまで死んじまうだろう。別にそれでいいけど。あれ、なんか怒ってる？こういう話がしたかったわけじゃなかったのでしょうね。やりますか。全力で行くよ。いいところに。ぶちかま。行きますよ。こうなるのか。かわせますかね。調子が出てきたな。素直に喜んでおくか。アロハ。Thank you. Okay. Is there a problem? Get this. Don't underestimate office worker. 任せといて。かかってきな、こうねえのか。覚悟。活力。You ガンガン行くぜ。Making fun of me。ガツンと行くぜ。攻めますよ。かわせますかね。うまい。攻める気だ。相手してあげる。全力で行くよ。ぶちかま。いつでもどうぞ。
Give it your best shot. 受けてみな。ついてこれますかね。やんのかい。打ち抜くぞ。調子が出てきたな。ずりゃ。お縄につきな。任せといて。やっと。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。攻めますよ。かわせますかね。うまい。全力で行くよ。攻める気だ。ぶちかます。いきますよ。うそ。打ち抜くぞ。任せといて。この調子でラストにしましょう。勝利勝利。鍛錬の成果です。まだ強くなれるとはな。よし。トーローハ。いただきます。いただきます。ステーキとワインはうまいな。ガツンとくるぜ。だな。ちなみに俺はこの組み合わせを万能薬だと思ってるぜ。万能薬？なんか風邪っぽかったり具合悪かったりした時は酒と肉をガッと食うと大体治るんだよ。そりゃまたパワフルな治療法だね。私は風邪ひいたらジンジャー入りの蜂蜜ドリンクを作って飲むかな。体温まるし何より美味しいの。へえ、みんな風邪ひいた時の対策とかあるんだな。俺も何か考えておくか。ステーキに蜂蜜と生姜をかけてワインで流し込むってのはどうだ。一発で治るんじゃねえか。治る前にまずくて吐くだろ。食べ物を無駄にしちゃダメよ一番。あ、はい、すんませんでした。ごちそうさま。 Thanks very much. トーローハ。いただきます。いただきます。頼んじまったか。頼んでしまいましたね。ついにやってしまったな。ああ、もう引き返すことはできねえ。禁断のキッズプレートを食うぜ。っていうか頼めたのね、これ。なんか頼んだ。いけた。お子様ランチだろこれ。よく頼む勇気あったな。何事もチャレンジよ。それにうまそうじゃねえか。お子様用と言っても侮れないぜ。それはまあ確かに。
ハンバーグ、ポテト、エビフライ、チキンライスにデザート、全部好き。ある意味オールスターセットだよな。定年過ぎても俺の舌はキッズの頃から変わってないぜ。ちょっとかっこいいじゃねえか。そうかな。だがちょっと量が物足りねえかもな。まあお子様用だしな。キッズプレート追加するか。いや、やめておこう。俺らがキッズプレート頼みすぎて本当のキッズの文化なくなっちまったらよくねえからよ。そういうところは大人じゃねえか。子供の笑顔を奪っちゃいけねえからよ。プリン頬張りながら言われてもね。ごちそうさま。 Thanks very much。悪くない。に立つんだ。日本だと関東じゃ左に立って関西だと右側に立ったりするだろう。ハワイはどっちに立つんだろうと思ってさ。おお、そういうこと。それはね、待て、勝負しようぜ。カズが右か左か当たったらジュースおごりだ。子供か。いいぜ、ハワイのエスカレーターは。右だな。よし、じゃあ俺は左だ。それじゃあ答えはね、どっちも外れ。決まってないんだよね、どっちに立つかなんて。真ん中に立ってるのも自由だし、歩いたりとかもあんまないね。そうだったのか。そもそもエスカレーターは歩くもんじゃねえしな。じゃあ二人とも私にジュースよろしくね。くそ、ちゃっかりしてんな。準備はできてるぜ。任せといて。覚悟。ハンド。ヤング。はい、片付いた。この調子で勝つと知りましょう。できじゃねえか。行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。俺に。強くなろうぜ。お前と俺はもうダチだ。負ける気しないね。
え？頭かち割るぞ、ほら。仕事の時間ですね。任せといて。やんのね。うん。やろうぜ。覚悟。頑固な汚れも。はい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 。きれいさっぱり。やがれ。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。行きますよ。じゃあ撃ち抜くぞ。失礼。火の手の頃がいい調子だぜ。はい。おう。なあ。いいぜ。はい。なあ。いえ。
いえ。なんだ？はい。へえ。はい。いえ。はい。はい。ありがとうございます。
Aloha. いただきます。いただきます。ここのフルーツ甘くて美味しい。他とはちょっと味が違う気がする。調べたところ、このお店のフルーツは農家と専属契約をしているようで、その農園ではクラシック音楽を流して栽培しているようですね。クラシック音楽？あ、聞いたことあるな。なんか綺麗な音楽を流して育てると食べ物が美味しくなるとかってテレビでやってたぜ。へえ、この甘さの秘訣はクラシック音楽ってこと？なかなか優雅じゃない。優しい言葉をかけて水をやると綺麗な花が咲くみたいなことなのかな。でもよ、綺麗に咲いてねって言いながらじょうろで水あげるような優しいやつだったらどんな花が咲いても綺麗だと思うんじゃねえか。元も子もないこと言いますね。でも優しい人が育ててくれたわけだから結果的に綺麗な花が咲くんじゃない？まあ確かにそうか。ってことはこのフルーツは栽培中にクラシック音楽を流すような優雅で優しい農家が育ててるから結果的に美味しいということなのか？いえ、それだけではないかと。実際音による振動によって作物が刺激されて光合成が活発になるという研究結果もあるようです。振動？光合成？つまり音楽を聴かせることで果物が刺激されて熟成されるということみたいですね。なるほどね、いろんな研究があるんだな。じゃあ今度キュウリでも植えたらゴリッゴリのロック流しながら育ててみようぜ。いいな、凄まじい振動でめちゃくちゃみずみずしくなるかもしれん。この人たちに育てられたくないわ。ごちそうさま。 Thank you for stopping by. なんでもできそう。Knock it off with the stairway! That stuff's in the... Oh, no! Can't cut the gear! Leave it to me! You still got feet? Hmph! Usa! It's the easy! Kakugo! Hatsuryoku!受けてみな。行くぜ。攻めますよ。かわせますかね。うまい、調子が出てきたな。黙らせてやる。全力で行くよ。これますかね。うまい。攻める気だ。任せといて。ぶちかま。
ガツンと行くぜ。攻めますよ。かわせますかね。失礼。勝利。悪くない気分だぜ。いや、よ、覚悟。頑固な汚れも。はい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 。綺麗さっぱり。ふっと。プロはガンガン行くぜ。さてと。受けてみな。何？攻めますよ。攻める気だ。相手して一緒にやる。任せといて。これますかね。かわせますかね。調子が出てきたな。黙らせてや。こんなのはどうだ。全力で行くよ。大勝利。調子だぜ。
アロハアロハ。さあ、行きますか。全力で行くよ。死ぬくぞ。失礼。よし、次。大人の渋みが出てきたぜ。よし。体のキレがいいです。おい。そうだ。そう。
じゃあな。よ、いえ、へえ、よ、ありがとうございます。おう。そう。
お。疲れてないか、ピート。うん、大丈夫。みんな楽しそうだね。おめえは楽しくないのか。うん、楽しいよ。いい曲ばっかりだったし。でも、やっぱり。それじゃあ、最後の曲になります。今日は僕のコンサートに来てくれて本当にありがとう。最後の曲はずっと僕を応援してくれていて今一番勇気を必要としている人へ送る。ワイルドロックだ。え、何、どういうこと。ライブ乗っ取り、そんなことある。てか誰、マシ君は。ゴーレムさん。手術にビビって泣きべそかいている情けないガキがこの町にいると聞いてよ。俺様の歌でケツをぶったたいてやろうと思って駆けつけてやったんだ。うわあ、ゴーレムか、ウルフさん。そいつがねえと始まんねえだろ、ゴーレムガウルフ。お前ら野生の宴が始まるぞ。What's that for you?コンサート、いや、野生の宴だったな。僕、もう死んでもいい。それはマジで勘弁してくれ。あの、とても感動しました。僕、ずっとファンで。今日は、本当にありがとうございました。おう、治療は頑張れそうか。はい、手術頑張ります。本当はまだちょっと怖いけど、ゴーレムさんの歌を思い出して絶対に直してきます。またライブにも来たいし。は、当たり前だ。こんなところでくたばってたらただじゃおかねえぞ。もっと俺様の曲を聴いてもらわねえとな。はい、よかったな。春日さん、俺様は自分が恥ずかしい。そりゃこの格好のことじゃねえ。かつての音楽にも感動してくれる人がいたのに、それに気づかず勝手に黒歴史といって封印してしまったことだ。多くの人に届けられる音楽はもちろん素晴らしい。だが本当の価値というのは人の数ではない。一人でも感動させられるのなら、勇気を与えられるなら、それだけで音楽は素晴らしいものだ。
ようやくそれに気づくことができた。礼を言うぜ。マッシュ・トロピコとしても、ゴーレム・ガンウルフとしても、みんなに音楽を届けられる俺様は本当に幸せだ。今はどちらも大切な自分だと胸を張れるぞ。これはその礼だ。受け取ってくれ。あんたがそう考えられるようになったなら何よりだ。遠回りだったかもしれねえが、無駄なことなんてなかったな。どっちの姿もかっこいいよ。頑張れ、ゴーレム・ガンウルフ。まだまだぶちかますぜ。大地の叫びを聞け、ポテト天国。イエーイ。これは売れないかもな。